はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト2では続きをやっていきたいと思います。とりあえずレベル上げとかをしてこんな感じになりました。でミンクのコートはねまだ買ってないんですけれども、お金貯めるのがめちゃくちゃ辛くて、とりあえずハーゴンのね城を攻略していくときに、まあ、お金が貯まったら買いに行こうかなと思ってます。多分1回じゃ攻略できないと思うので、じゃあ、ハーゴンの城に進んでいきましょう。でロンダルキアはね敵がほんと強くて、経験値もガバガバ入ってすんげーレベル上がるの早いんですよ。でこのパターンとかね、まあイオナズンとか使っていっちゃいましょう。きついんでイオナズン使わないと。よしよしよし、ギガンテスとアークデーモン効いたり効かなかったりなんですよね。であとは手下が死ななければいいかな。オッケーオッケー、まあ、これでね2700ですからね。すげえ経験値だよな。手下が上がったと。でザオリクとかも2人覚えてます。で回復はねやっぱり常に高いヒットポイントを保っておかないとすぐやられるんで。ギガンテスギガンテスデビルロードか。これはちょっとデビルロードを先に倒して、ラリホー効くのかな。うおー、効きそうな気がするんだけどな。そう、デビルロードとかね、イオナズンじゃなくて、ベギラマでした。ゴー、死んだ、ツコンと一撃。マジかー。まあ、ただね、今もうザオリクがあるんで、蘇らせましょう。こいつはね、マジで、ツコンの一撃を放ってくるんで、ツコンの一撃を食らうとね、マジミックスも一発で死ぬからね。で、今回何がいいって、あれなんですよね。ザオリクがヒットポイント全開で蘇るっていう。オリジナル版のねドラゴンクエスト2はザオリク1ですからね、生き返っても高確率でねすぐ死ぬんですよ。でこれはベホイミでいいかな。下っ端は大丈夫か。いや行く前にもう死者が出てる。デビルロードはね、なんかイオナズンあんまり効かないんだよね。イカズチの杖は効くのかな。そりゃ効かないよな。ベギラマ、ここら辺がねやっぱり痛い本当に。手下の攻撃力もねちょっともうミックスの半分くらいしかないんで、まあ、それでもねミックスがめちゃ強いっていうのはあるんですけど。デビルロード部隊か。これ眠らせよう。寝ろ。お、寝た。おお、いいねいいね。最近ねラリホーをちょっと使ってますね。わりかし効く。いいね、レベル上がってくね。下っ端33。で左に見えるのがハーゴンの城だけど、ブリザードとかねマジ危険だからねこいつ。これはもうイオナズンで始末しよう。ザラキがねやっぱり怖いんですよね。よしよし、全員当たった。下っ端とか一発食らうと半分くらい持ってかれんな。来たー、イオナズン。これ下っ端やばい。ガー、死んだ。これはゴリ押そう。イオナズンが当たってるからゴリ押せるはず。3200もの経験値を無駄にしてしまった下っ端ちゃん。ザオリクで生き返らせましょう。これはマジ便利本当に。であとは手下のヒットポイントも回復させておくか。行くまでが本当に辛いよね。デビルロードは使ってくるから、ベギラマをギガンテスは効かないのか。痛い痛い痛い、本当に痛い。マヌーサとかの方がいいのかね。あ、マヌーサは効くね。ダメージ与えてくるけどさ、全然意味ないんだけど。ベホマ唱えよう。
あれマヌーサの効果が全く無駄だったな。シルバーデビル、シルバーデビルはユナズン聞いたような気がするんだけど、どうだっけ。うわ甘い気、イオナズンが聞けばねだいぶ違うんですよね。聞かねえし、ま下っ端で撲殺しましょう。でどっちだ、こっちから行くのか。ねこのパターンブリザードはイオナズンで倒せるから、あとはギガンテスとアークデーモンに当たれば効かない。え、ブリザード倒せない。ザラキが怖い。イオナズン痛い。マジで痛い。もう一回イオナズンやれば絶対ブリザードは倒せるかな。ルカナン、危ないね。先手を取られたか、下っ端より。ほら、暗い。手下。いや、それでもヨナズン食らったからね。全員回復させよう。マジックパワーめちゃくちゃ消耗するな。いや、これでもね、ファミコン版よりだいぶ楽だからね。ただ、死んだら即帰還だから。ブリザードはヨナズンでしょ。一発で倒せることを祈って、真ん中のギガンテスにヨナズン当たれば倒せるね。効かない。41とか。アモールの水とかないからね、あればだいぶ役立つんだけど、まそもそもアモールの水が出てきたのがどっからだっけ。6とかからだよね。それまでずっと薬草なんで、薬草はもういらんわっていう。いけ、よし、 OK。 あれ、それでなんだっけ、不思議な帽子とか取りましたっていうのは話したっけ。ちょっとわかんないけど、とりあえず下っ端ちゃんは不思議な帽子を持ってるんで、イオナズンの消費が5になったのかな。で、これはそうそうそう、ハーゴンのまやかしなんだけど、ハーゴンのまやかしなんだけど、寝れんのかな。寝てみよっか。回復してるとめちゃ嬉しいんだけど。いってらっしゃいませ。回復してる。やったぜ。ようこそローレシア城に。あ、これはミックス王子様、お帰りなさいませ。会話もねちょっと変わるはずなんですよ。え、大神官ハーゴンを倒しに来たですって。何を言うんです、ここはローレシア城ですよ。それにハーゴン様のようないい人を倒すだなんて、ああ恐ろしい。ハーゴンって人なの。ああ、ハーゴン様素敵。はっ、いけない、私ったらなんてことを。どうかお忘れくださいまし、身分違いの女の儚い思いなど。ハーゴンって何歳なのそもそも。すげえおっさんなイメージがあるんだけど。ムーンブルク城がハーゴンの軍団に襲われたというのはデマだったようですね。詳しいことは知りませんが、実はただの火事だったとか。火事かよ。旅の扉に入った者はたちまち遠いところに運ばれまする。しかしそれも昔の話、今は遠いところなど行く必要はありませんわい。あれ、これどうなんだっけ。あれ、ワープするんだっけ。なんか変なとこにワープしても困るな。あ、そうだそうだそうだ、これ元に戻ってくるんだ。まあ、せっかくなんで話は全員聞いていきましょう。タンスを調べて何にもない。大神官ハーゴン様こそ天が私たちにお与えになった救世主ですわ。さあ、ミッカーミックス様も一緒にお祈りいたしましょう。大神官ハーゴン様に神のご加護がありますように。魔除けの鈴は魔物たちの呪文から身を守ります。何でも眠らされたり呪文を封じ込まれたりすることが少なくなるとか。でもハーゴン様がこの世を治めることになれば、そんなもの必要なくなりますね。わはは。正しき神は正しきものの味方なり、ハーゴン様を信じる心を忘れずにいれば必ずや幸せになれますおうじょみたいな。宝箱はね絶対ない。これ宝箱あったら異常でしょう。あ、これはミックス様、宝物庫ご利用ならどうぞご自由にお入りください。我がローレシア王がハーゴン様の部下になられたおかげでこの国も安心ですよ。こうして私たちがゆっくりデートを楽しめるのもハーゴン様のおかげですわ。
何でも世界中の人々が幸せになるために働くのがハーゴン様の夢だそうです。この国にも随分たくさんの寄付をしてくださいましたのよ。働けよお前らは、空っぽ。そりゃそうだよね。これでまたアイテムがあったら、一応牢屋の方も見てみますか。ここは牢屋です。しかしご覧の通り、今は悪さをする者はいなくなりました。これもハーゴン様がこの国の平和のために働きかけてくださったおかげですよ。こいつの仕事を全く突っ立ってるだけじゃん。そうすると暇だろう。いや、もともと牢獄の監視も暇だと思うけどさ、誰もいない中牢屋で突っ立ってんだよ。私は自分が恥ずかしい、何も知らなかったとはいえ、あの大神官ハーゴン殿を倒そうなどと思っていったとは。ハーゴン様の部下になられてから王様は本当に幸せそうで、もしミックス様がハーゴン様とお会いすることがあったらどうぞよろしくお伝えくださいませ。ってかハーゴンってどうやって会えるのそもそも。私は前の大臣に代わって王様にお仕えすることになったミディエラと申します。こいつ名前があるな、ミディエラ。こんな平和な世の中ですもの、王室を明るい雰囲気にするために雇われたんですわ。そうそう、私の踊りは天下一品ですのよ。難しいお小言を言う大臣よりも気に入っていただけるんじゃありません。ほほほほって、何、大臣解雇されたの。大臣存在そのものがなくなったな。あん王様ったら私も飲めませんわ。さあ王様がお飲みになって。あら素敵な王子様、さあ私たちと一緒に飲みましょう。こいつ飲めるの。年齢がみんな不詳だからな。わからん。ミックスよく帰ってきた。ハーゴン殿を誤解していたせいでそなたたちには随分心配をかけたな。しかしもう安心じゃ、ハーゴン殿は実に気持ちのいい人でな。わしも部下にしてもらったんだよ。はっはっは。そなたのこともよく頼んでおいたからな。もう戦おうなどと馬鹿げたことを考えるではないぞ。いやでもな、こういうね可愛い子に囲まれるんだったらそれもいいかもしれないな。そもそもさ、これが人間なのかどうかっていうのはただ甚だ疑問だけどね。ハーゴンのまやかしだからさ、なんかモンスターを可愛く見せられてるみたいな、そんな可能性はあるよね。でここでルビスの守りを使いましょう。どこからともなく美しい声が聞こえる。下っ端よ、下っ端なんだ。騙されてはなりませぬ、これらは全て幻。さあしっかりと目を見開き、自分の目で見るのです。バシャンバシャンみたいな。おお、やっぱこんなんだったか。ここは道具屋です。どんなご用でしょう。旅人の宿にようこそ。いやでもヒットポイントは回復してねえし。マジか、それすら幻だったのか。凝ってるね。いやこれは一本取られたわ。凝ってるわ。騙されていれば良いものを。あれ戦うの、デビルロードだし。いや回復すらも幻だったのか。疲れが取れたと思ったら一気に疲れがドッときた、そんな感じだな。いや倒せない、手下がミスったのが痛いな。くそー、この野郎騙しやがって。回復してたと思ったのがしてなかったっていうこの事実が一番痛いな。またじゃあベホイミを唱えていくか。道具屋で買ったものもじゃあ多分なくなるんだね、買ってないけど。炎と全部話すのはめんどくさいんで、トラマナ、ちょっとマジックパワーが少なくなってきたかな。こういうとこってなんかあるんだっけ。まあこまめにトラマナは唱えていきましょう。何にもない。あれどっかから行けるか。あの後ろから行くのか。玉座の後ろですね多分。まあただ全部調べてはおきたい。なんか宝箱とかあるかもしれないんで。ここら辺はもう地形は全然覚えてないからな。なさそうだけどね。多分これで、あ見えないか。いた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 。結構減ったな。後ろのはず、後ろっぽいよねだって。え違うかな、
違う。特に調べるところもない。マジか。あ、あった、ここか。トラマナばっかり。一応こっちの方、宝箱あるね。悪魔の尻尾いらん、売ろう。でももうミンクのコートは買えそうな気がするけど、63,000。悪魔の尻尾とかそれなりに高く売れそうだからね。悪魔の鎧、まあ、ここら辺はね絶対強いはずなんだけど呪われてるんで、さすがにね。悪魔の鎧ってしかもこいつも装備できるんだ、めちゃくちゃ上がるな。いやでも呪いはさすがにきついからね、なんか動けなくなったりするんで。食らうこれ。あ、食らわないね。でここで邪神の像を使いましょう。おお、でここ出るんだっけ。あれ出ないか。強力なね魔物が3匹いるんすよね。悪魔神官来た。ここで出てくるか悪魔神官。いや強いわやっぱり。でローレシアの悪魔神官は 100%。 おお、イカズチの杖を落とすんですけど、たまにね落とすみたいなんですよね。ハグレメタル倒したい。よし、よく当たった。会心の刺激いいね。いくつ持ってんのハグレメタルって。お、1万ちゃんと持ってるんだ。1万持ってるってめちゃでかいぞ。おお、上がる上がる。げ、手下上がらねえし下っ端ちゃん。お、やった、不思議な帽子手に入れた。これマジでかい。マジか。相当確率低いんだよね。あれ誰が持ってんの。あ、こいつが持ってるからちょっと祈りの指輪を1個下っ端に渡して、で不思議な帽子を手下に装備させよう。やったぜ、防御力ちょっと上がるし。悪魔神官、お前など一体で出てくるとは。雑魚でしかない。もうあの時はかなり苦戦したけど。おお、はぐれメタル結構出てくるね。どうしようかな。でもギガンテス先に倒しとこう。もう欲張らない。逃げ出したし。おお、手下の会心の一撃やる気が違うね手下。はぐれメタルを目の前にして、うわー、でも悪魔神官のヨナズンは痛いからな。さすがにもう手下は、うお、スクル整えてきやがったこいつ。マジか。あ、もう守備力はマックスなのか。はぐれメタルのさ逃げる率高すぎじゃない。ちょっと、どこだっけ。まだ大丈夫か。まずはアトラスなんですよね。ギガンテスの強いバージョンみたいな。出てきた、ここで出てきたか。スクル整えよう。ルカラン効くのかな。マヌーサ効くのかな。効いたやったぜ。2回攻撃、しかしそんなものは無駄だ。じゃあルカナン唱えよう。わりかし効くね魔法が。いやそれでも30-30食らうのか。スクルトって何回重ね掛けできるんだ。ほら倒したそんな強くなかったね。これアトラスって1回倒せばいなくなるよね。出たとしても復活はしないと思うんだけど、どうだろうな。ミンクのコートを買いに行きたいんだよやっぱり。でここら辺とかも全然覚えてないわ。階段がどっかにあるはずなんだけど、あ、ここか。おい、バズズー。バズズはね確か魔法とか使ってくるはずなんで、あんまりスクルトっていう感じじゃないんだよな。寝るか。
一応一回唱えよう。聞かないよね、そりゃ聞かないわ。出たペーホマ。もうここら辺のねあれが超やだ。ルカなんで守備力を下げよう。よし、下がる下がる下がる。ベギラマ、まあ、ベギラマだったら一旦分は大丈夫でしょう。もう一回ルカなんとなよう。少しでも火力を上げていこう。手下いけ。よし90。まあ、バーツズも強くないね別に。手下のレベルが上がりました。下っ端も上がったか。そうするといや、はぐれメタルを倒したから早いね。で次がねベリアルなんだけど、ベリアルは結構強いんだよね。結構強いんだよねってさっきから言ってるけどさ、強かった試しがない。どこで出る？ここか。どうすっかな。手下ちゃんは攻撃するか。ルカナいけるか。42、まあそれなりにダメージを当たる。ルカナが効かない。ぐおー、やばい。攻撃も強いんだ。一応じゃあ作ると2回だけかけておくか。ベリアル、やばい、下っ端マジやばい、かわされた。マジでベホマベホマ、スクルト、あれもうミックスは増えないんだっけ。ベホマとか鬱陶しいやつだなこいつは。じゃあラリホー、これイオナズに使われるとかなりきついな。手下も回復に回さないといけないから、ねミックスは多分大丈夫だと思うんだよね。ベホミでいくか。イオナズンマジか、来た。これは完全にミックスが攻撃して手下と下っ端は回復に回さないと。おい、ベホマとかマジかよこいつ。おら、イオナズンとか入るの、まあ、ベホマ使われたら無駄になるけどさ、効かない。やはりベリアルは強いな。しかも向こうはイオナズンを使ってくるっていう。まあ回復はね早め早めにやっておこう。マジックパーがなくなってきたな。ゲー、イオナズン連発かよ。全開はするか。115に回復だから全開をしなかったね。手下も攻撃に入ろう。そうするとほら、そろそろ、よし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 、経験値はかなり持ってるか。いやー、ミンクのコートを買いに行きたいね。もうハーゴンのところだね。どうしようかな。なんか行けそうな気もするんだけど、行けそうな気もするんだけど、祈りの指輪を使いつつ、行ってみるか。もういいや、死んだらあれだな。やり直そう、やり直そうっていうか、ここでセーブをしておこう。中断、金が半分になるのはさすがに痛いんで、死んだら中断セーブからやり直そう。で祈りの指輪を1回使って55、もう1回使おう。81に回復、結構回復すんな。よし、で下っ端ちゃんも祈りの指輪を使ってもう1回使おう。こんくらいあればとりあえずハーゴン戦はなんとかなると思うんだけど。誰じゃわしの祈りを邪魔する者は。愚か者め、私を大神官ハーゴンとしての行いか。いや知らん。では覚えておくがよい。私が偉大なる神の使いハーゴン様じゃ。ハーゴンは、ハーゴンはどうすりゃいいんだ。魔法トーンとか聞くのかな。こういうのをやるの結構好き。ルカナもやってみよう。攻撃してくるじゃん普通に。効かない。魔法トーン効かない。ハーゴンはね絶対
魔法キャラだからね、イオナズンも唱えよう。ほら効かない。もうここら辺のね、魔法キャラ何すればいいのっていう感じだからね。回復以外割と攻撃してくるね。スクルトを唱えるか。じゃあでスクルトを唱え始めるとね、攻撃してこなくなるからね。ほら甘い息って危険じゃない。いや寝たよ、マジかよ。どうする、本当にやることないな。もう一回ルカーナン唱えてみようか。いや効かない、完全に効かないわ。手下ナイスだ。とりあえず先手を取れるっていうのはまあでかいかな。あとはチビチビを手下で削っていかないといけないかなと思ったけど、もう本当にミックスなの見たかんね。ほら、うん、まあハーゴンはこんなもんでしょう。おわ、経験値持ってないんだこいつ。おのれ口押しや、このハーゴン様がお前らごときにやられるとは。しかし私を倒してももはや世界を救えまい。我が破壊の神指導よ、今ここに生贄を捧ぐ。工夫で、まあ、まずはちょっと祈りの指輪、もうぶっ壊れてもいいんで完全に回復しよう。124、あれもうこれがマックスかな。下っ端ちゃん指導はね、やっぱり強いと思うんだよね毎回毎回言ってるけど。ぶっ壊れた祈りの指輪で、ヒットポイント自体はどうなってる。ちょマックスにしておきたい。139135 OK。 おお、こういう感じになるんだ。もうちょっと進めたと思うんだけど、ファミコン版は。おお、すげえ演出が長い。指導、まあ、指導はとりあえずスクルトかけてルカランかけて120下がった。守りを完璧にしとかないとね、激しい炎もね痛いんだよねこれマジで。下っ端ちゃんはベホイミで OK かな。手下があれか、手下が炎を軽減するあれを装備してないかね。やっばい、もう本当に回復に回るな。ミックスも一応ベホマにしとこう。うわ来たー、ほら。ミックスはこれで大丈夫。下っ端ちゃんが手下にベホマだな。あ、スクルト唱えてくるんだ。ってことはルカナンを唱えないといけないね。ルカナン唱えてくるんかい、めんどくせえやつだな。ルカナンとスクルトの応酬だな。でもこれやってるとさ、ダメージ食らわないからねルカナンとスクルトの応酬だと。ミックスがちょび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 ダメージを与えてくれる。きた、激しい炎、これがマジ痛いんだよな。ミックスはもう一回耐えられるはず。ルカナン、よしよしよし、危ない。回復に回せるからね、ルカナンとかスクルトを唱えてくれる。会心の刺激、よっしゃー。でスクルト唱えて、こいつはベホマだな。激しい炎、痛い。おらってかさ、スクルトこっち唱える必要ある？あんまり攻撃はしてこないね。いや攻撃はしてこないんだけどね、してくるんすよ。じゃそうしないとルカナンを唱えてくる意味がないからね。ルカナンは唱えてくるけど攻撃してこないって言ったらマジサービスターンじゃんっていう。
スクルト、ベフマ、もうあとはマジックパワーとの戦いだからね。いかに早く倒せるか。っていうかさ、シドさ、ファミコン版はベホーマ、そうベホーマをね唱えてくるんですよ。リメイク版は確かベホーマをね唱えてこなくなったんですよね。その代わりにねヒットポイントが高いっていう。やばい、やられる、マジでやられる、これはきついぞ。手下は確実に食らったら死ぬから、下っ端は激しい炎、水の羽衣がねあるから。うお、攻撃してきた。スクルトがかかってるから全然悪くない。会心の一撃よく出るね。怒りに身を任せているか。で、ベホマでちょっとミックスを回復させとこう。全開ではないからな。おら、いや強いわ、本当に強いこいつは。これでベホイミにしてルカナをもう一回かけたいね。あれ、もう下がらないのか。あ、でもスクルトで上がった。こっちのスクルト状態どうだったっけ。ベホイミも特にやる必要はないからな。どうする、攻撃に走るか。でルカナは唱えよう。手下行け、美味しいとこだけ持ってくね手下。最後は俺が決めるみたいな。なんてやつだ手下のくせに。まあいい、手下にね手柄を譲るっていうのも君主のあるべき姿だからね。どこからともなく美しい声が聞こえる。破壊の神シドウは滅びました。これで再び平和が訪れることでしょう。私はいつまでもあなたたちを見守っています。こいつさ、あんまり役に立った記憶がないんだけど。おお、すべての命を司る神よ、私の可愛い子孫たちに光あれ。さあ、お行きなさい。大したことしてないよな、あいつも。精霊ルビスも。で、またワンと同じ感じで敵は出なくなってますと。これもめんどくさいからルーラで帰ろう。あれ、これ、例えば、あそことか行ったらどうなのかな。ムーンブルク、いや世界全部を見るのはちょっとめんどくさすぎるから、ムーンブルクだけ見に行きましょう。周りは変わってない。ここら辺の魂は、わしはムーンブルク王の魂じゃ。わしに話しかけるのは誰じゃ。お父様、私を。懐かしい声が聞こえる。しかしそんなはずは。おお、まさか、見える見えるぞ。お前は王女下っ端とか。お父様、おうおう、そのような立派な姿になって、そなたたちの働きは魂となったこのわしにも感じることができた。本当によくやったな。これで何も思い残すことなくこの世を去れるわい。あや、死ぬんだやっぱり。悲しむでない、王女下っ端よ。お前はこんなに立派なことを成し遂げたのだからな。それに力強い仲間もいるではないか。ミックス殿、これからも下っ端のことをよろしく頼みますぞ。お、俺が頼まれていいのか。へへへ。さあ、わしは行かなくては。せっかく見えた天国への扉は閉じてしまうわ。え、閉じるとどうなんの、地獄に行くってこと。私きっとムーンブルクの城を建て直してみせます。だから分かっとるよ。お前はわしの娘じゃ、頑張るのでしょ。わしはいつも天国から見守っておるからな。ではお別れじゃ。おお、見える見える、あれは天国への扉。ありがとうありがとう、どうか元気で。なんだこの別れ。ザオリクとか唱えないのかよ。世界樹の葉も持ってるよね。ちょ、こいつも話してみるか。光が見える、あれは天国への扉。ありがとうありがとう。結局生き返らすことはできないのか。ザオリクとは一体何なのか。世界樹の葉とは一体何なのか。ま、ってな感じになるんでローレシアに戻りましょう。いや、金はでもね結構溜まってるね。金は溜まってるって言っても、所詮さ、コート1着しか買えないからね。誰もいない。みんな上にいるのかな。あれ、あ、動けるか。君にはいろいろ迷惑をかけたけど、お互いよくやったよな。さあ、お父上が待ってるぞ。さあ、早く行きなよ。じゃあな。あ、行けるのこれ、マジで。あ、ついてきた。で、またこれか。
なあに照れるなんてあなたらしくないわよ。さあお父様のところに行ってかっこいい王子様、ふふ。あれこっち側行けない、これ以上先行けない。一般人と話すことはできないのか。王子ミックスよ、さすが我が息子、勇者ロートの血を引きし者。そなたのような息子を持ってわしは誇らしいぞ。誠によくやった。どうやらそろそろ新しい時代が始まる時が来たようじゃな。ミックス王子、今こそお前に王位を譲ろうぞ。引き受けてくれるな。いいえ、これわがままを言うでない。よく決心した、皆者を聞いたなって。でもさ、結局さ、王になってもさ、なんか上皇としてさ、この王様が政治の権力を振るいそうだよね。ローレシアの新しい王の誕生じゃ。さあ手下王子も下っ端姫もこちらへ。動けない。ああ、どうせだったら竜王の城行ってみてもよかったかもね。まあいいか、これから3人で力を合わせ平和を守ってくれ。新しい王様万歳、ミックス王万歳。よし、この国は俺のものだ。今までの古き体制は全て潰す。とりあえず剣持ってるけど危ないよね。前線に出る王様か。まあそれはそれで勇敢だな。兵士たちはついてくるよね。自ら先頭に立って先頭に赴くっていうの。でエンディングクレジットになるのかな。花火が上がってる。もしかしたらでも王女のこれヨナズンかもしれないからね。花火っていう技術があるか分かんないから、じゃあ私がちょっと景気づけにヨナズンみたいな、ボカ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 ーンっていう、空にヨナズンを撃つ分には多分大丈夫でしょう。全く問題はないはずだ。長いんだけどこの花火が。まあとはじゃあエンディングクレジットを眺めつつ終わりにしましょうかね。こうしてロトの血を引きし、若者たちにより世界に再び平和が訪れました。手下王子、下っ端王女、そしてミックス王の名は永遠に人々の間で語り継がれていくでしょう。やだな、永遠にあいつ手下だったんだぜ、あいつ下っ端だったんだぜって言われるんだろう。ちょっとやだね。
じゃあこれでドラゴンクエスト2は終了したいと思います。次は3ですね。まあ今収録しているこの時はまだ3は配信されてないんですけれども、次回はドラゴンクエスト3をやっていきたいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。